デトロイトタイガースは、メジャーリーグベースボールアメリカンリーグ中地区所属のプロ野球チーム。本拠地は、ミシガン州デトロイトにあるコメリカパーク。19世紀から存在する、古参球団。地区優勝7回、リーグ優勝11回、ワールドシリーズ制覇4回の実績を誇る。1894年以降、本拠地及び愛称を変えていない、唯一の球団。以前は、マイナーのウエスタンリーグに所属していたが、1900年に、リーグは、アメリカンリーグに改称。翌年、同球団も、メジャーリーグ宣言を果たし、そのまま現在に至る。ア・リーグ創設以来、一度も、本拠地を変えていない球団は、同チームをはじめ、ボストンレッドソックス、シカゴホワイトソックス、クリーブランドガーディアンズの4球団のみ。初期は多摩西対カッブを擁し、1907年からリーグ3年連続優勝を果たすもワールドシリーズ制覇はならず。1935年、ミッキー・カクレーン、ハンク・グリーンバーグなどの活躍で悲願のワールドシリーズ初優勝を果たす。1945年の2度目のワールドシリーズを境に低迷期に入るが、1968年はあるKライン、ウィリー・ホートンが中心となり3度目のワールドシリーズ優勝を果たす。その後、1979年途中から1995年まで、スパーキー、アンダーソン監督の長期政権下で、ワールドチャンピオンとリーグ優勝が各1回。特に1984年は、ジャック・モリスをエースに、シーズン104勝58敗。2位に15ゲームという大差をつけ、圧倒的な強さを誇った。1990年代前半には、元、阪神のセシル・フィルダーが所属し、ベーブ・ルース以来となる3年連続打点王に輝いている。しかし1990年代後半からは、勝率5割にも届かない低迷期が続き、2003年には、リーグワースト記録の119敗を喫してしまう。2002年のデーブ・ドンブロースキー GM の就任後は、イヴァン・ロドリゲスやマグリオ・オルドニエス、ケニー・ロジャースらの獲得に成功。2006年に、ジム・リーランド監督が就任すると、開幕から怒涛の快進撃を見せ、19年ぶりのプレーオフ進出を決めた。プレーオフでは、ニューヨーク・ヤンキース、そしてオークランド・アスレチックスを破り、リーグ優勝を果たした。2007年のチーム打率、287、857打点と、打点ともに、ヤンキースに次ぐ、両リーグ2位。オルドニエス、ゲイリー・シェフィールドといった強打者を擁し、メジャー屈指の強力打線を持つ。投手陣では2006年に、新人王を獲得したジャスティン・バーランダーが、絶対的エースとして君臨している。2007年オフには、アトランタブレーブスからエドガー・レンテリア、シカゴカブスからジャック・ジョーンズ、フロリダ・マーリンズからミゲル・カブレラ、ドントレル・ウィリスを獲得するなど次々と大型補強を行い、かつてないほど戦力が充実している。現在の本拠地は2000年に開場したコメリカパーク。入場ゲート前の巨大な虎の像をはじめ、球場の至るところにチームの象徴である虎にちなんだモニュメントが存在する。また NFL デトロイトライオンズの本拠地であるフォードフィールドが隣接している。全本拠地のタイガースタジアムは100年近く使用していた歴史ある球場で移転の際には賛否両論が起こった。デトロイトには1881年から1888年にかけてナショナルリーグにデトロイト・ウルヴァリンズという球団が存在した。ウルヴァリンズは1887年にリーグ優勝を遂げ、この年にはアメリカンアソシエーションのセントルイス・ブラウンズとの間でワールドシリーズを行っている。しかし優勝のための補強が大きな負担となり、翌年リーグ5位と低迷すると1888年限りでリーグを脱退。その後、マイナーリーグであるインターナショナルリーグに籍を移し、1889年と1890年の2年間にわたって活動したが、リーグの消滅とともにチームも解散した。このチームとその後のタイガースとの関係はない。1894年にデトロイトに新たなチームが創設され、アメリカンリーグの前身となるウェスタンリーグに加盟した。1896年にはベネットパークが開場。2000年にコメリカパークが開場するまでの104年間にわたって、この地を本拠地球場とした。なお、球団が創設された頃は愛称が定まっていなかったが、このベネットパークが開場した頃には、タイガースという名前が定着したと言われる。1900年にウェスタンリーグはアメリカンリーグに改称し、1901年にメジャーリーグ宣言をして、デトロイトタイガースも MLB 球団となった。開幕戦では、ミルウォーキーブルワーズと対戦し、試合が行われたベネットパークには1万人もの観客が集まった。試合は9回まで4対13と大量リードされていたが、9回表に一挙10点を挙げて逆転し、14対13で劇的な初勝利を飾った。その後シーズンでは74勝61敗を挙げ、リーグ3位に終わっている。しかし、1902年から1904年まで3年連続で負け越し、優勝とは縁のない目立たないチームとしてその歴史をスタートさせた。タイカッブ愛タイカッブ1907年リーグ優勝時のメンバー1905年にタイカッブが入団する。タイガース首脳陣がマイナーリーグの別のチームで目覚ましい活躍を見せていたカッブに目をつけ、タイガースの投手との間で交換トレードを行ったものだった。なお、カッブは入団の際に恒例の新人歓迎でいきなり暴力沙汰の騒ぎを起こしており、早くからその気性の激しさをチームメイトに知られることとなる。初年度こそ41試合の出場にとどまり、打率.240と本領を発揮できなかったが、2年目の1906年には98試合の出場で打率.316と好成績を残した。1907年にはヒューイー・ジェニングスが選手兼任監督に就任。この頃チームの打線を引っ張っていたのはカッブとサム・クロフォードだった。クロフォードは1903年にシンシナティレッズから移籍し、カッブが入団するまでチームの中心打者を担っていた。カッブはこの年、打率.350.119 打点、49盗塁を記録し、首位打者、打点王、盗塁王をそれぞれ獲得。クロフォードも負けずに打率.323.81 打点、102得点を記録した。投手陣でもビルドノバンとエド・キリアンが、それぞれ25勝を挙げる活躍を見せ、チームも92勝58敗でリーグ初優勝を果たした。初出場となったワールドシリーズではシカゴカブスと対戦。第1戦では3対1とリードしていたが最終回に追いつかれ、延長12回の末に日没コールドで引き分けとなった。その後はカブス投手陣に完全に抑え込まれ、4連敗でワールドシリーズ優勝を逃した。1908年にカッブが打率.324.108 打点で2冠王に輝くと、クロフォードも7本塁打で本塁打王に輝いた。シーズンではクリーブランド・インディアンス、シカゴ・ホワイトソックスとの激しい首位争いを演じたが、最終的に90勝63敗で2年連続のリーグ優勝を果たした。ワールドシリーズは再びカブスとの対戦となった。第1戦では前年と同じく6対5とリードしていながら、最終回に一挙5点を奪われ逆転負けを喫し、続く第2戦も敗れた。第3戦で初勝利を飾るものの、第4戦、第5戦でも連敗を喫した。結局1勝4敗でまたしてもワールドシリーズ優勝を逃し、前年のリベンジを果たすことはできなかった。カッブの盗塁1909年に、カッブは打率.377.9 本塁打、107打点、76盗塁を記録し、史上唯一の4冠王に輝く。この頃には、カッブの勝利への執念は常軌を逸したものとなり、首位を争っていたフィラデルフィア・アスレチックスとの対戦では、盗塁の際にフランク・ベーカーの腕をスパイクで刺したり、エディ・コリンズをスライディングで転ばせるなど、半ば反則まがいのプレーを行った。他球団からのカッブの評判は、最悪なものだったが、こうしたカッブの執念が実を結び、チームも98勝54敗で、リーグ3連覇を果たした。ワールドシリーズでは、ホーナス・ワグナー擁する、ピッツバーグ・パイレーツと対戦。両リーグの首位打者同士の対戦として、注目を浴びる。シリーズでは交互に勝ち負けを繰り返し、最終戦までもつれ込む、大混戦となった。しかし大一番の最終戦で、タイガースが、完封負けを喫し、3年連続で、ワールドシリーズ優勝を逃した。1910年以降、チームは、リーグ優勝から遠ざかることとなるが、カッブの成績が落ち込むことはなかった。1907年から1915年までの9年連続、1917年から1919年までの3年連続で首位打者を獲得し、通算で12回の首位打者を獲得した。1911年には、当時の MLB 最長記録となる40試合連続安打で、打率420という高打率を記録。通算打率は、366に上る。1910年には、ナップラジョイと首位打者争いを繰り広げ、カッブに首位打者を取らせたくないがために、他球団がわざとラジョイに安打を打たせるという事件もあった。最終的にカッブが首位打者となったが、後年になってカッブの記録に誤りが見つかり、ラジョイの打率がわずかに上回ったものの、公式の首位打者は、カッブのまま変更されなかった。1915年には、クロフォード、ボブ・ビーチ、カッブによるタイガースの外野陣トリオが打点ランキングを独占し、カッブは当時の MLB 最多記録となる96盗塁を記録した。チームも100勝を挙げたが、ボストン・レッドソックスがそれを上回る101勝を挙げたため、リーグ優勝はならなかった。1921年に長年にわたって監督を務めたジェニングスがチームを離れたため、代わってカッブが選手兼任監督に就任する。この年にはハリー・ハイルマンとカッブが打率1位、2位を独占し、ア・リーグ史上最高となるチーム打率316を記録した。しかし、投手陣が全く振るわず、首位ヤンキースとは27ゲーム差の6位でシーズンを終えた。この頃からベーブ・ルース擁するヤンキースが圧倒的な強さを見せ始め、タイガースもカッブやハイルマンがチームを牽引するものの、優勝には全く手が届かないシーズンが続いた。1926年限りでカッブもチームを離れ、タイガースの低迷は1934年まで続くこととなった。1929年に前年まで、ワシントンセネタースを率いていたバッキー・ハリスを監督に招く。しかし、ハリスでも結果を出すことができず、1933年のシーズン途中でハリスは解任された。ハンク・グリーンバーグ1934年に、アスレチックスの捕手だったミッキー・カクレーンが、選手兼任監督に就任する。アスレチックスの黄金期を支えた。カクレーンは、まず選手の意識改革を行い、強烈なリーダーシップでチームを牽引した。この年には、カクレーン自身の活躍に加え、チャーリー・ゲーリンジャー、ハンク・グリーンバーグ、グース・ゴスリンら、G メンと呼ばれた主力選手たちが好成績を残し、ルー・ゲーリッグ擁するヤンキースと首位を争った。最終的にタイガースが101勝53敗を挙げて、ヤンキースをかわし、久々のリーグ優勝を果たした。ワールドシリーズの相手は、ガスハウスギャングと呼ばれた、セントルイスカージナルスで、3勝2敗と追い込んだものの、そこから2連敗を喫し、ワールドシリーズ優勝は成し得なかった。1935年も引き続きヤンキースとの一騎打ちとなったが、93勝58敗で、リーグ2連覇を果たし、ワールドシリーズでは、カブスとの3度目の対戦となった。第1戦は、完封負けを喫したが、第2戦から第4戦で3連勝を挙げた。そして3勝2敗で王手をかけた第6戦、3対3のままで迎えた9回裏に、ゴスリンが、サヨナラヒットを放ち、タイガースが勝利。5度目の挑戦にして、初のワールドシリーズ優勝を果たした。1937年5月25日のヤンキース戦で、カクレーンは頭部に死球を受け、それが元で現役を退き、以降は監督専任となった。1938年のシーズン途中には、成績不振が続いたため、カクレーンは監督を解任された。1940年にアスレチックス、ヤンキースとの三つどもえの争いとなり、最終的にタイガースが、それぞれのチームに1、2ゲーム差をつけて、リーグ優勝した。しかしワールドシリーズでは、シンシナティレッズに2勝3敗で敗れている。1941年に太平洋戦争が始めると、他球団と同様、タイガースからも選手の多くが従軍することとなる。1944年には、ハル・ニューハウザーが29勝を挙げ、アメリカンリーグ MVP に選出される。1945年の終戦に伴い、従軍していたグリーンバーグもチームに復帰し、ニューハウザーは25勝9敗、防御率 1.81212 奪三振とタイトルを独占する活躍を見せ、2年連続で MVP に選出された。チームも88勝65敗で、首位を争ったセネタースをかわし、7度目のリーグ優勝を果たした。ワールドシリーズでは、カブスと対戦。どちらのチームにも未だ従軍から戻っていない選手が多かったため戦力的には拮抗していたが、ニューハウザー、グリーンバーグの活躍によって、タイガースが4勝3敗でカブスを下し、2度目のワールドシリーズ優勝を果たした。アルケーライン1946年以降チームは徐々に成績を落とした。1952年には50勝104敗で最下位となってしまう。1953年にはハービー・キーンが209安打を放ち、新人王を獲得。1955年にはアルケーラインが打率340を記録し、史上最年少となる20歳での首位打者を獲得する。その後、ケーラインは22年間にわたってタイガース一筋でプレーし、ミスタータイガーと呼ばれた。1957年には、ジム・バニングが20勝で最多勝ちを獲得した。1958年には、バニングがノーヒットノーランを達成した。しかし彼らの活躍の反面、チームは依然として低迷を続けた。この頃のチームの低迷の一因として、アフリカ系アメリカ人選手の入団を拒んだことが挙げられる。ジャッキー・ロビンソンをきっかけとして、多くのアフリカ系アメリカ人選手が活躍し、MLB のレベルを引き上げる中、タイガースはその流れに取り残されることとなった。タイガースにアフリカ系アメリカ人選手が初めて入団したのは1958年のことであり、MLB では2番目の遅さだった。1959年には、ハービー・キーンが首位打者を獲得するが、翌年のシーズン開始直後にクリーブランド・インディアンスで、同年42本で本塁打王を獲得していたロッキー・コラビトとの交換トレードが行われた。タイガースタジアム1960年に、ロッキー・コラビトは本塁打35本であったが、翌1961年には自己最高の45本を打っている。この年、シカゴホワイトソックスから移籍したノーム・キャッシュが打率361を記録し、首位打者を獲得。他にも41本塁打、132打点という活躍で、この年のタイガースはノーム・キャッシュ、アル・ケーライン、コラビトの3本柱の打撃陣で、チームも101勝を挙げたが、ヤンキースが109勝53敗という圧倒的な成績だったため、リーグ優勝はならなかった。ヤンキースは、ロジャー・マリスが61本の本塁打で、ベーブ・ルースの記録を抜いて、新記録を達成し、ミッキー・マントルが54本を打ち、投手陣では、ホワイティ・フォードが自己最高の25勝で最多勝ちと、最多勝率を上げて、上昇ヤンキースの最後の輝きを見せた年でもあった。また、シーズン途中には、タイガースとインディアンスの監督同士をトレードするという、MLB 史上唯一の珍事もあった。1962年オフには訪日して、日米親善野球で12勝4敗に引き分けの成績を残している。1966年には当時監督を務めていたチャック・ドレッセンとボブ・スウィフトが相次いで病気で亡くなるという事態も起こっている。1967年はタイガースを含めた4チームによる史上稀な大混戦が繰り広げられた。最終的にタイガースが最終日のダブルヘッダーで連勝すれば、首位のレッドソックスと1ゲームプレーオフが開かれるところまで持ち込まれたが、2試合目で敗れた。1968年はシーズン序盤にボルチモア・オリオールズから首位を奪うと、そのまま一度も首位を譲らず、103勝59敗という成績でリーグ優勝を果たした。原動力は31勝を挙げたデニー・マクレインで、マクレーンは1934年のディジー・ディーン以来となるシーズン30勝以上を記録した。そして、ワールドシリーズでは、ボブ・ギブソン、ルー・ブロック擁する、セントルイス・カージナルスとの対戦となった。この頃、カージナルスは、全盛期を誇っており、ギブソンは、ワールドシリーズに、めっぽう強いことで有名だった。第1戦と第4戦では、マクレーンとギブソンの対決となったが、どちらもギブソンが投げ勝ち、第4戦を終えた時点で1勝3敗と追い込まれた。絶対に負けられない試合となった第5戦、3対2とリードされた5回にブロックを2塁に置いた場面でヒットを打たれ、追加点を取られるピンチとなった。しかし左翼を守っていたビリー・ホートンが好返球、ブロックを本塁でタッチアウトした。これによって流れがタイガースに傾き、チームはこの試合で逆転勝利を果たす。続く第6戦も連勝し、迎えた第7戦、マウンドに上がったのはギブソンだったが、7回にカージナルス守備陣の乱れから3点を先制し、このままタイガースが逃げ切って、ワールドシリーズ優勝を決めた。1971年にビリー・マーチンが監督に就任する。マーチンは、前々年にミネソタツインズの監督を務め、チームを地区優勝に導いている。しかし、フロントと対立し、1年限りでチームを追われていた。1年目こそ2位に終わった。1972年には2位、レッドソックスを 0.5 ゲーム差でかわし、チームを初の地区優勝に導いた。しかし、リーグチャンピオンシップシリーズでは、オークランドアスレチックスに2勝3敗で敗れた。1973年のシーズン途中でマーチンは、監督を辞任。その後1974年、1975年と連続最下位に終わった。1976年にはマーク・フィドリッチが21歳でメジャーデビューし、いきなり19勝を挙げ、新人王を獲得した。その風貌がセサミストリートの登場キャラクターであるビッグバードに似ていたため、ザ・バードと呼ばれ、ユニークな言動も相まって絶大な人気を誇った。アラン・トランメル1979年のシーズン、途中にスパーキー・アンダーソンを監督に迎える。アンダーソンは、ビッグレッドマシン、シンシナティレッズの監督として知られ、アンダーソンが監督に就任すると、タイガースは、次第に勝てるチームへと変貌する。この頃チームには、ジャック・モリス、ランス・パリッシュ、アラン・トランメル、ルー・ウィテカー、カーク・ギブソンといった、有望な若手選手が多く存在し、アンダーソンの下で、めきめきと、その才覚を発揮していった。1984年は、開幕から40試合で35勝5敗という、驚異的なペースで勝ち星を重ねた。最終的に104勝58敗という、圧倒的な成績を上げ、ダントツで、地区優勝を果たした。この年はモリスが、ノーヒットノーランを含む19勝を挙げ、抑えのウィリー・ヘルナンデスが80試合の登板で、防御率 1.92、32セーブを記録し、MVP とサイ・ヤング賞を獲得した。リーグチャンピオンシップシリーズで、カンザスシティロイヤルズに3連勝。ワールドシリーズでは、サンディエゴパドレスを4勝1敗で下し、4度目のワールドシリーズ優勝を果たした。これによってアンダーソンは、両リーグでワールドシリーズ優勝を経験した、史上初の監督となった。1986年には、ホシュパリッシュ、1塁、ダリル・エヴァンス、2塁、ウィテカー、遊撃トランメル、3塁ダネル・コールズ、外野ギブソンと内野手ゼニンを含む、野手6人が20本塁打以上を放っている。この頃のタイガースはまさに往年のビッグレッドマシンを、彷彿とさせる陣容を誇った。1987年のシーズン途中に、新人のジョン・スモルツとの交換トレードで、アトランタ・ブレーブスからドイル・アレクサンダーを獲得。アレクサンダーは11試合に先発して、完封3を含む9勝0敗、防御率 1.53 という驚異的な成績を残した。彼の活躍もあり、チームは逆転で地区優勝を果たすが、リーグチャンピオンシップシリーズでツインズに敗れた。1988年は首位レッドソックスに1ゲーム差の2位に終わった1989年には59勝103敗と大きく落ち込み、最下位に転落してしまう。1990年に阪神タイガースでプレーしていたセシル・フィルダーを獲得。フィルダーは51本塁打、132打点で二冠王に輝き、同時に1977年のジョージ・フォスター以来となるシーズン50本塁打以上を記録した。その後、ロブ・ディアー、ミッキー・テトルトンを獲得した。1992年には30本塁打トリオを形成するが、投手陣が散々だったため、優勝には手が届かなかった。なお、1992年には、現在のオーナー一族であるマイク・イリッチがチームを買収している。コメリカパーク1994年に3地区制が導入されてからも、1997年までは東地区に所属していた。1995年限りでアンダーソンが監督を辞任し、バディベルが監督に就任する。1996年は53勝109敗で最下位となってしまい、さらに投手陣崩壊で一時は1930年にフィラデルフィア・フィリーズが記録した MLB ワーストのチーム、防御率 6.71 を更新するかのひどさで、リーグワースト記録のチーム防御率 6.38 というおまけ付きだった。1998年には、タンパベイデビルレイズの加入とミルウォーキーブルワーズのナリーグ移転に伴い、タイガースは中地区に所属することとなった。しかし、再び最下位に沈み、シーズン途中でベルは解任させられた。代わって、ラリー・パリッシュが監督に就任するが、彼も結果を残すことができなかった。2000年には、タイガースタジアムからコメリカパークに本拠地を移した。2002年には55勝106敗で、再び勝率3割台に落ち込んだ。2003年からアラン・トランメルが監督に就任するが、この年には、リーグワーストとなる119敗を記録してしまう。事態を重く見た GM のデーブ・ドンブロウスキーは、この年のオフから積極的な補強を行った。この年には、イヴァン・ロドリゲスや、カルロス・ギーエン、翌年には、マグリオ・オルドニエス、翌々年には、ケニー・ロジャースといった、一流選手をかき集め、チームの再建を図った。2005年限りで、監督のトランメルを解任し、ジム・リーランドを監督に招く。2006年は、上記の助っ人選手に加え、新人王を獲得したジャスティン・バーランダーをはじめとした、生え抜きの若手選手も奮起。95勝67敗と12年ぶりに勝ち越し、地区2位ながら、ワイルドカードを獲得した。ディビジョンシリーズではヤンキースを3勝1敗で下すと、続く、リーグチャンピオンシップシリーズではアスレチックスに4連勝し、22年ぶりのリーグ優勝を果たした。しかし、ワールドシリーズでは、カージナルスと対戦し、こちらは1勝4敗で敗れた。2007年にはヤンキースからゲイリー・シェフィールドを獲得。2006年のメンバーもほとんど残留し、戦力的には上積みされた。リーグ2連覇に期待がかかったが、いざシーズンが始まってみると故障者が続出し、駒不足となった。後半戦からは失速した。結局インディアンスに地区優勝を奪われ、ワイルドカード争いではヤンキースに敗れた。そのためこの年のオフにはブレーブスからエドガー・レンテリア、カブスからジャック・ジョーンズ、そしてマーリンズからミゲル・カブレラ、ドントレル・ウィリスを獲得するなど、球団史上最大級の補強を行った。ジャスティン・バーランダー2008年は散々なものとなった。ロイヤルズとの開幕戦に延長の末敗れると、その後は泥沼の7連敗、早々に優勝争いから離脱してしまう。結局、開幕戦で戦ったロイヤルズとの最下位争いにも1ゲーム差で敗れ、119敗を記録した2003年以来となる地区最下位となった。原因は投手陣にあるといえ、エースのバーランダーが不振を極めたのをはじめ、フェルナンド・ロドニー、トッド・ジョーンズ、ジョエル・ズマヤといったリリーフ陣も足を引っ張った。シーズン途中には、急遽、イバン・ロドリゲスとのトレードで、カイル・ファーンズワースを獲得するものの、ほとんど活躍できずに終わった。唯一アーマンド・ガララーガや中継ぎから先発に転向したザック・マイナーらが奮起したものの、投手陣の選手不足が露呈した形となった。打撃陣では、ミゲル・カブレラが本塁打王を獲得するなど、個々の活躍は見せたが、チームとして噛み合ったとは言えなかった。特に、リリーフ投手不足は未だタイガースにとって大きな課題であり、オフシーズンには投手陣の補強に力を入れるべきだという声も多く聞かれた。2009年は、バーランダーが最多勝ちと奪三振王の活躍、新人リック・ポーセロの台頭があったが、最終戦にミネソタツインズに並ばれて、同率首位となり、1ゲームプレーオフで、ツインズに敗退し地区優勝を逃した。アレックス・アビラ2010年は、タイガースは、ニューヨーク・ヤンキース、アリゾナ・ダイヤモンドバックスとの3者間トレードの一環として、カーティス・グランダーソン、エドウィン・ジャクソンを放出し、その見返りに、外野手のオースティン・ジャクソン、投手のフィル・コーク、マックス・シャーザー、ダニエル・シュレーレスを獲得した。ジャクソンはタイガースの開幕ロースター入りを果たし、4月のアメリカンリーグルーキー・オブ・ザ・マンスに選ばれた。2010年には5月と6月のアメリカンリーグのルーキー・オブ・ザ・マンスに選ばれたブレナン・ボッシュのデビューも果たした。オールスターブレイクの時点では、タイガースはアメリカンリーグ中地区の首位であるシカゴ・ホワイトソックスと 0.5 ゲーム差であった。しかし、ブレイク後のスタートダッシュに失敗したことと3人の主要選手の負傷により、タイガースは後半にまたしても追い込まれた。タイガースは81勝81敗の3位でシーズンを終え、優勝のミネソタツインズに13ゲーム差をつけられた。ホームゲームでは傑出した野球をしながらも、タイガースはアウェーでは弱く29勝52敗だった。2010年のハイライトは、ミゲル・カブレラの打率、328、38本塁打、アメリカンリーグ最高の126打点、一塁手でのアメリカンリーグのシルバースラッガー賞受賞、アメリカンリーグの MVP レースで2位などが挙げられる。オースティン・ジャクソンは、アメリカンリーグのルーキー・オブ・ザ・イヤー投票で2位になった。ジャスティン・バーランダーはこの年も好調なシーズンを送った。黄金期にもかかわらず WS 優勝ならず2011年は、バーランダーが、最多勝ち、最多奪三振、最優秀防御率の投手三冠王を記録した。また、この年は87年ぶりに、両リーグから投手三冠王が誕生している。三冠王となったミゲル・カブレラ2012年のシーズンは、チームでは1909年のタイカップ以来103年ぶり、MLB 史上でも45年ぶりの三冠王となったミゲル・カブレラらリーグ3位となる2割6分8厘の強力な打撃陣の活躍もあり、2年連続となる地区優勝を果たした。ディビジョンシリーズではアスレチックスを3勝2敗で下し、続くリーグ優勝決定戦ではヤンキースに4連勝、2006年以来のリーグ優勝を果たした。しかし、ワールドシリーズではそのリーグ優勝決定戦での4連勝で試合勘が鈍ったのか、レギュラーシーズンではアメリカンリーグ3位の 3.75、ポストシーズンでも2点台前半だった投手陣がワールドシリーズでは 4.11 と打ち込まれ、リーグ優勝決定戦では2割9分1厘と、強力だったはずの打撃陣も2試合の完封負けも、含め1割5分9厘に抑えられ、ナショナルリーグのリーグ優勝決定戦を4勝3敗で制したジャイアンツに初戦から4連敗を喫し優勝を逃した。2013年も3年連続の地区優勝を果たし、ディビジョンシリーズではアスレチックスを退けるが、レッドソックスとのリーグチャンピオンシップシリーズで敗れ、リーグ連覇は果たせず、リーランド監督も退任した。11月3日に後任として、ブラッド・オスマスが監督に就任した。2014年は、レンジャーズから1番のイアン・キンズラーと、抑えのジョー・ネイサンを獲得。リーグだけでなく全体でも1位の2割7分7厘に、物を言わせた強力な打撃陣に支えられたものの、29年間、ポストシーズンに進出したことのない、カンザスシティロイヤルズが20年ぶりの10連勝した時期に、首位から陥落した時期もあり、最終戦に持ち込まれた末4年連続の地区優勝を果たした。18勝で最多勝ちに輝いたシャーザーを筆頭に、ポーセロ、2011年のサイ・ヤング賞投手である、バーランダー、2012年のサイ・ヤング賞投手である、デビッド・プライスが3人とも15勝を記録したとはいえ、防御率が 4.29 と、アメリカンリーグで3番目に悪かった中継ぎ投手陣がアキレス腱となり、ディビジョンシリーズで17年ぶりに東部地区を制覇したオリオールズに3連敗した。特にボルチモアで行われた最初の2戦は、第1戦で先発したシャーザーが7回途中5失点で降板して、以降はジョバ・チェンバレンが2失点で、ホアキム・ソリアが4失点。第2戦で先発したバーランダーが5回3失点で降板して、以降はチェンバレンが3失点で、ソリアが1失点と2人だけで足を引っ張る形となった。再建期2015年はレッドソックスから強打のヨエニス・セスペデスをポーセロとのトレードで獲得。打撃陣のさらなる強化を図った。4月は15勝8敗の好スタートを切ったものの、それ以降の月はすべて勝率5割以下と低迷。特に投打の柱である、カブレラ、バーランダーが共に故障に泣かされ、本領をフルに発揮できなかったのは痛かった。チーム打率こそ3年連続メジャー1位となる2割7分を記録したものの、オフに、シャーザーを FA で失い、バーランダー、故障で、シーズンのほぼすべてを棒に振ったネイサンに泣かされた、投手陣は、防御率 4.64 で、アメリカンリーグ最下位と、散々だった。プレーオフ進出の可能性が絶望となった7月末には、そのセスペデスを、ニューヨークメッツ、プライスを、ブルージェイズ、抑えのソリアをパイレーツにそれぞれフラッグディールで放出。8月4日には不審の責任を取らされる形で、ドンブロウスキー GM が解任された。結局、連続地区優勝は4年でストップしたどころか、2008年以来7年ぶりとなる地区最下位に沈んだ。これを受け、オフには、懸案の投手陣の補強として、ブリュワーズからフランシスコ・ロドリゲス、ナショナルズからジョーダン・ジマーマン、ツインズからマイク・ペルフリー、ブルージェイズからマーク・ロー、ヤンキースからジャスティン・ウィルソン、野手にもパドレスから、ジャスティン・アップトンを獲得する大型補強を行った。2016年は、上記の助っ人選手では、故障で、フルシーズン働けなかった、ジマーマン、不振のペルフリーとローが期待を裏切ったものの、カブレラとバーランダーが復活し、新人でもメジャー1年目のマイケル・フルマーが台頭。シーズン最後まで、ワイルドカードを争ったものの、10月2日の、ブレーブス戦に敗れ、ブルージェイズとオリオールズのワイルドカードが決定。ポストシーズン出場はならなかった。2017年は4月こそ、勝率5割で乗り切ったものの、42勝49敗となった7月17日時点で、ポストシーズンを諦め、翌18日に、主軸の一人でやった JD マルティネスを、アリゾナダイヤモンドバックスに放出したのを皮切りに、7月31日には、中継ぎのウィルソンをカブスへ、そして8月31日には、長年エースを務めてきたバランダーをヒューストンアストロズ、アップトンをロサンゼルスエンゼルスへそれぞれフラッグディールで放出した。9月には6勝23敗と大きく負け越し、2年ぶりの地区最下位へ転落した。9月22日には、オースマス監督の同シーズン限りでの契約解除が発表された。10月20日、後任としてツインズを6度の地区優勝に導き、2010年には最優秀監督賞を受賞しているロン・ガーデンハイアーが就任することが発表された。チーム再建へと舵を切ったことにより2018年以降も低迷。この年は、地区3位ながら64勝98敗と100敗を回避するのがやっとという成績で、2019年に至っては47勝114敗で勝率292、MLB 全体でも最下位と惨敗に終わり、2003年に次ぐ球団史上ワースト2位の成績となってしまった。2020年は新型コロナウイルスにより、短縮60試合シーズンとなったが、25勝35敗で地区最下位に終わった。シーズン終了後に、監督のガーデンハイヤーが退任し、後任にヒューストンアストロズをワールドチャンピオンに導いた AJ ヒンチが就任した。2021年は5月8日のツインズ戦で、カブレラが MLB 通算2873安打を記録し、ベーブ・ルースを抜き、MLB 歴代通算安打数で45位となった。5月12日のロイヤルズ戦で、カブレラが MLB 通算2878安打を記録し、オマー・ビスケルを抜き、MLB 歴代通算安打数で43位、ベネズエラ出身選手では最多となった。さらにカブレラは8月22日のブルージェイズ戦で、史上28人目、ベネズエラ出身選手初の通算500本塁打を達成した。5月18日のマリナーズ戦で、スペンサー・ターンブルがノーヒットノーランを達成した。このシーズンは77勝85敗で地区3位になり、2年連続の地区最下位から脱出した。オフの11月3日には、シンシナティレッズとのトレードで、タッカー・バーンハートを獲得した。11月16日に、レッドソックスから FA となっていたエドゥアルド・ロドリゲスと5年契約を結んだ。アメリカ大陸には、虎は生息しない。このタイガースという名前は、球団発足当時の監督が濃紺時に、オレンジのストライプのストッキングを履いていて、それが、虎の島を連想させたためである。なお、日本プロ野球の阪神タイガースも、このデトロイトタイガースに由来しており、後に発足する NFL のデトロイトライオンズも、この虎と同じくらい強い猛獣から名前がついている。最初は、ミシガン州に生息していた動物から、ウルバーリンズという名称だったが、地元新聞の記者が見出しに、タイガースと書いた、という一説もある。1912年5月15日、ニューヨークヒルトップパークで行われたニューヨークハイランダース戦において、対カッブに対してヤジを飛ばしたハイランダースファンにカッブが逆上してスタンドに殴り込み、その観客を暴行したとして退場、無期限出場停止処分を受けた。この処分に不服を感じたチームメイトは全員で試合出場をボイコット。試合ができないとチームは$5000の罰金を払うことを迫られた結果、元選手や大学生、商売人など素人にも声をかけ、一人$10の契約でなんとか人数を揃えて寄せ集めのチームを作った。この寄せ集めの素人チームは5回までに相手チームであるフィラデルフィア・アスレチックスから2点をもぎ取るなどなかなかの健闘ぶりを見せた。その後も素人なりに精一杯のプレーをしたものの本気を出したメジャーリーガーには立ち打ちできず結局24対2で大敗した。その後アメリカンリーグはカッブの出場停止処分を10日間に軽減し、またカッブ自身も説得にあたってボイコットを中止させた。この事件をきっかけとしてリーグに登録している選手以外は出場できない規定が作られた。対カッブは背番号がない時代の人物のため、欠番扱いとなっている。また、アーニー・ハーウェルは、球場アナウンサーとして41年間務めた功績により、欠番と同格に顕彰されている。ありがとうございます。